こんにちは、佐藤ひろこです。私は今佐野市に来ています。結構碁盤の目みたいな風になってて綺麗な街なんですよね。佐野といえばやっぱ美味しい食べ物ですよね。今回訪れたのは栃木県佐野市。独自の食文化から作り出されたさまざまな美味しいがあふれるこの町で、新たな B 級グルメがあるっちゅんでやってきたひろこちゃん、いざ出陣。佐藤ひろこのこの町行ってランキングスタートです。多分この辺の ありました、唐揚げ屋さんだ。唐揚げが新たな B 級グルメ、中行ってみましょうね。こんにちは。佐野市に新しい B 級グルメが食べられるお店がここだっていうふうに聞いてきたんですけど、はい、新しい B 級グルメが唐揚げ？そうなんです。唐揚げでも普通の唐揚げとちょっと違って、黒唐揚げ。普通の味の醤油味の唐揚げと黒唐揚げがあるので、うんうん、じゃあこの金と黒と、はい、あとお姉さんおすすめの何か、はい、激辛の唐揚げがあるんです。わあ、じゃあお姉さん一押しだからそれをじゃあ、はい、一つと作ってるところとかも撮らせてもらってもいいですか？はい、どうぞ。やった、ありがとうございます。はい、ということで、唐揚げ屋なる猫、テイクアウトとキッチンカーがメインのお店なんだそうよ。そしてこちらが店主の玉井なるみさん。ああ、だからなる猫。こちらが秘伝のタレにつけた黒唐揚げの、確かにこうやって見ると色が全然違う。一つ一つ大きめにカットしてるんですよ。あとは結構このソースをたっぷり、本当にいっぱい味がしっかりつくように入れて、いい材料を仕入れてきてます。肉も国産しかうちは使ってないので、そういうお肉もこだわってます。いろんなねソースがあるので、何度もいろんなの味で試して最終的にこのソースに決めました。店ごとに味も違いますね。ソースも種類がいろいろなんで、調合は秘密です。でこちらで揚げていきます。今これは何をしてるんですか？これはちょっと唐揚げに空気を含ませてます。その方がなんかサクッと揚がるということで、1回だけ混ぜます。もうだいぶね色が分かりますね、金と黒の違いが。確かに、うわ、あ、違うかも、うん。いただきます。あっちあっちの唐揚げ、いざ実食。お味はどう？めちゃくちゃ美味しい。ジューシー。そして黒唐揚げですよ。いただきます。全然違う。おいしい。ソースのこのスパイシーな感じが、噛んだ瞬間から一瞬ふわっと広がって、噛めば噛むほどですね。スナック菓子的な。衣はかなりサクサクに仕上がるんですよ、ソース使う。なんでですか？糖分が多いのかな。ソース自体が
甘みがあって、そうですね、いろんなフルーツとかのそうです旨味成分がこのサクサク系を引き出すわけなんですね、はい、うん、懐かしさと新感覚めちゃくちゃ美味しい。そしてなるさんおすすめの、はい、こちらは辛い好きのために開発した激辛揚げです。黒辛揚げに辛いソースを、まあ、かけた、のせた、かけたみたいな。わかりました、いただきます。うん、あ、うん、あ、めっちゃうまい、あ、辛い、あ、ご飯辛い、おいしいけど辛い。同じ唐揚げだけどもちゃんと3人とも違う、全然違うわ。なんで黒唐揚げにしたんですか？佐野はソースがもともと文化として根付いてる、ソースを使うことが市民の方とかももう当たり前、それにこう着目してソースを使って何か食べ物っていうので唐揚げってみんな大好き、うん、大好きなのでその唐揚げとソースを合わせてみたらどうかなって、合わせてみたら美味しかったのでそれでソースを使った唐揚げを作りました。佐野市の B 級グルメとして黒唐揚げを作ってる店舗ってどのくらいありますか？30店舗ほどはあります。でもその頃からずっと30店舗が黒唐揚げをやってたわけじゃないですよね？ないです。一軒一軒こういうのを作りませんかっていうところでもあったし、いろんな人たちが携わってやっていたので行政の方も一体となって広がっていったっていうところです。町おこしで何かやりたい、グルメがいいって言った時に絶対唐揚げがいいっていう感じで、はい。今後どうなってきますか？佐野市民はもうほぼ皆さん食べたことがあったり給食にも出てるので、え、すごい、そう、食べたことがあるんですけど今後はもう他の地域にも皆さんに食べていっていただけるようにしていきます。あ、うん、していきたいですじゃなくてしていきますっていうのが、はい、ですね、そうですね、まあ、そうですねっていうかもう、うん、そうですね、そういう風にもうしていくって決めてるので。全然 B にしないでほしい。あ、もっと A 級ですか？ A 級ミルとか他のところでも食べたい。そこに来なきゃ食べられないなんてずるいですよね。これからも本当に応援してます、頑張ってください。ありがとうございます。いや、今日も本当にどうもありがとうございます。ありがとうございます。もうちょっと食べていいですか？あ、食べていいです。これ大丈夫ですか？いただきます、いただきます。めっちゃいただいて帰りますよ。おいしい、おいしいもんなの。さあ、ということで今日はね、なる猫さんでおいしい黒から揚げ食べてきました。いや、おいしかった。ということで、今日のね、ランキングどうしようかな。わんぱく大学生がなる猫さんで注文するなら、どれがいいかな。堂々第3位の発表です。ドロロロロバン、金の唐揚げ。そして堂々第2位、ドロロロロバン、黒唐揚げ。堂々第1位は、ドロロロロバン、激辛唐揚げ。この激辛唐揚げ、とにかく辛いで辛うま。こちらのお店ではお弁当もあるわけ。激辛唐揚げなら唐揚げ3つで米10いけるから、わんぱく大学生はおそらく量が大事でしょ。この量を食べてもらうにはやっぱり激辛の唐揚げを食べてお米をかき込んでもらいたいなと、そんな風に思います。ちょっとでもいいなと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。佐藤ひろこでした。バイバイ。